紋別競馬場村上正和厩舎所属の水野かけるです。好きな食べ物は海鮮類以外です。よろしくお願いします。はい、水野ジョッキーにまずは自己紹介をしていただきました。今デビューを間近に迎えて今お気持ちはいかがですか？デビューを迎えて少し緊張感もある中で、その早くレースに出たいという気持ちの方が強いです。ドキドキする気持ちとワクワクする気持ちとどっちが多いですか？ワクワク感の方が多いです。楽しみですね。はい、学校出られてから北海道競馬の開幕まで少し時間がありました。どんなことをしてここまで過ごしてこられましたか？はい、朝の攻め馬を自分の厩舎のことや、あと他の厩舎の手伝いに行ったり、あと作業など自給者のことを手伝ったりしながら、自主トレーニングも欠かさずにやってきました。トレーニングってどんなことされてるんですか？ランニングとか、あとは筋肉トレーニングを主にしました。開幕に向けての準備の中でいろいろ思うこととか、なんかこれがってことありましたかね？大変なこととか。大変なこと、いやまだちょっと レースのその本当のプロの世界のレースの感覚がまだ実際に体験しないので、そこがちょっと少し不安があります。レースの中でこう払拭できるといいですね。そうですね。さて、いよいよデビューということになります。デビューに向けて最後に水野ジョッキーからファンの皆さんに、楽しみにてくださるファンの皆さんに一言お願いします。はい、ファンの皆様に、信頼されて、こいつなら勝っても大丈夫だなというジョッキーになれるよう頑張りたいです。よろしくお願いします。